ネアチャンネル、ネアチャンネル、チッチチチッチッチチッチチチッチッチ、ネアちゃん入るよ。うわ、ノリに乗ってる。あ、フスカ、何の音楽聴いてたの？ボーカロイドだよ。そうなんだ。ネアちゃんもボカロ好きだもんね。ちなみに何の曲聴いてたの？何の曲だと思いますか？え、今のネアちゃんの踊りからするとエイリアンエイリアン、桜の雨。桜の雨ってそんなノリだっけ？教室の窓から桜の雨。いや、無理があるよ。そうだ、ボカロクイズやってみよう。何？やぶから棒に。前にイラスト屋さんのアニメクイズやったでしょ？それのボーカロイドバージョンだよ。お、ちょっと面白そう。もう用意してあるんだよ。用意してあるの？今思いついた風な提案だったけど、やる気満々だったんだね。この前と同じで、ボーカロイドの曲をイメージしたイラスト屋さんのイラスト3枚を1枚ずつ出していくから、何の曲か当ててください。了解。今回は徐々に難易度上げていきます。皆さんも一緒に参加してみてくださいね。よし、来い。それじゃ第1問、まずこちらのイラスト。風車がテーマのボーカロイドの曲なんてあったっけ？テーマとは限らないよ。歌詞の一部に出てきたり、ミュージックビデオに出てきたり、連想するものだったり、いろいろ考えてみてください。1問目から全然わかりません。まだイラストも1枚目だからね。ここで当てるのは難しいんだよ。それじゃ次のイラスト。え、これは銃かな？なんだろう。銃は銃でも普通の銃じゃないよね。それが歌詞に出てくる有名な曲といったら。あ、わかった。私わかっちゃったよ。ふふふ、それじゃあ最後のイラスト。やっぱり。もうわかったかな？答えは何でしょうか？これは簡単だね。千本桜。正解です。ミュージックビデオに出てくる風車と、歌詞に出てくる光線銃、そして桜。なるほど、やっぱり風車だけじゃ難しいね。ちょっと難しくなって第2問。誰この怪しい人。イラスト屋さんの素材が限られてるんだよ。複数のイラスト組み合わせて使えないルールだから、ぴったり当てはまるイラストがないの。だから妥協して近いものを選んでる場合もあるよ。それじゃあさらに難しいよ。ストーカーの曲とかかな？確かにボーカロイドはそういう曲多い印象だけど、そんなに詳しくないから、あまりマイナーなのは私わからないよ。大丈夫だよ、比較的有名な曲選んでるよ。ネアちゃんの有名の基準も当てにならないからな。次のヒント。誕生日ケーキ。これはこの曲のミュージックビデオに出てくる重要な要素かな。ヒントください。今言ったでしょ。じゃあ会場のみんなの意見を聞く。オーディエンス使います。そんなのありません。じゃあ最後のイラスト。砂漠。どうでしょうか。砂の惑星。正解だよ、砂の惑星でした。これはわかりにくいよ。ミュージックビデオではお面つけてフードかぶってる人がいっぱい出てきてるけど、これお面つけてないし一人じゃん。だから言ったでしょ、素材不足なんだもん。圧倒的素材不足だよ。でもフスカ当てた。砂漠でなんとかわかったけどね。次は一番難しい最後の問題だよ。これ以上難しくなるの？花束。これもお祝いの曲なのかな？フスカ、1枚目2枚目で未だに一つも答えられてないよ。だって案外難しいよこれ。それに千本桜は答えなかっただけで2枚目でちゃんと分かったからね。何でもいいから答えて。え？花？記念日？あー、分からない。ER ファンクラブ。ひどい。だって頭が真っ白になって思いつかないんだもん。仕方ないですね。では次のヒント。バイバイしてる。分かったお友達もいるんじゃないかな。
全然わからない。また何でもいいから答えて。うん。火花。ふ、花で笑われた？最後。もうこれは大ヒントだよ。アダバルーン。わかったみたいだね。くしゃみだった。もうギブアップです。え、つまらない。だって全然わからないんだもん。みんなはもうわかりましたよね。正解は、シャルルでした。シャルル。あ、なるほど。バルーンさんの曲だからあのバルーンなんだね。そういうことだよ。花束は、花束を抱えて歩いた。の花束で、これが、笑い合って、さよなら。だよ。まあ、難しいけど、面白いね。もっとイラスト屋さんを使っていろんなクイズできそう。そうだね。定期的にやっていくのいいかも。ふすかもうちょっと答えられるようにならないとダメだよ。頑張ります。